第6代、順ャクサートマス・チャールズ・バンベリー第6代、順ャクサートマス・チャールズ・バンベリーは、イギリスの政治家、庶民院議員を通算で45年間務めた。政治より競馬への興味を持ち、オークス・ステークスと、ダービーステークスの創設者の一人になったほか、バンベリーの指導により、ジョッキークラブが発展を遂げ、ニューマーケット競馬場だけでなく、 イギリス全国の競馬を統括する組織に成長した。第5代順団シャクサーウィリアム・バンベリーとスマイリナ、1762年2月14日、ボツ、ビアー、グラハムの娘の長男として、1740年5月にサフォークで生まれた。1747年よりベリー・セント・エドマンズの学校を通い、1754年にウェストミンスタースクールに入学した後、 1756年4月17日に、ケンブリッジ大学セントキャサリンズホールに入学。1765年に MA の学位を習得した。1760年から1761年まで、グランドツアーに出て、フランスとイタリアを旅したが、海外滞在中に行われた1761年、イギリス総選挙において、父がサフォーク選挙区で立候補させた。 第5代順弾尺クサージョン・ラウスと、現職議員、ローランド・ホルトも立候補を表明したため、バンベリーの父、ラウス、ホルトの3人は、次期選挙の当選者について討議した。ラウスが1761年総選挙での、立候補自体の用意があると表明すると、バンベリーは7年後の総選挙で、ラウスが立候補する場合、バンベリーとホルトがくじ引きでどちらが議席をラウスに、 譲るかを決めると提案、ホルトも同意した。これにより、1761年総選挙では、バンベリーとホルトが当選したが、1767年11月に行われた候補者指名では、バンベリーもホルトも、立候補を辞退せず、3人ともに立候補した。最終的にはホルトが支持の低下を見て、立候補を取り下げ、 バンベリートラウスが1768年総選挙で当選した。以降バンベリーは1774年と1780年の総選挙で再選した。議会では1761年12月10日に初演説を行い、7年戦争への参戦継続に反対して大ピットを批判したが演説の評判は悪かった。1762年2月に第4代ベッドフォード。 公爵ジョン・ラッセルが貴族院でイギリス軍をドイツから撤退させる道義を提出すると、バンベリーは第2代シェルバーン伯爵ウィリアム・ペティの指示を受けて、庶民院で同様の道義を提出すると表明したが、ヘンリー・フォックスとキャロライン・フォックス夫婦の説得を受けて延期を繰り返し、さらにシェルバーン伯爵も道議を提出しないよう説得を始めると、バンベリーは道議提出を諦めた。 1762年6月にサラ・レノックスと結婚したが、二人ともに金遣いが荒く、バンベリーは同年9月には収入を得るためにアイルランド担当大臣への就任を求めるようになった。同年10月にシェルバーン伯爵への手紙で首相第三代ビュート伯爵ジョン・スチュアートへの指示を表明したが、この時は感触を得られなかった。 1763年4月に在パリイギリス大使館の秘書官に任命されたが、次期大使の初代ハートフォード伯爵、フランシス・シーモア・コンワイへの相談なしに行われた任命であり、ハートフォード伯爵はこの任命を知らずにデイビッド・ヒュームに秘書官就任を打診していた。ハートフォード伯爵はバンベリーについてよく知らないとしつつ、若すぎて役に立たないと抗議したが、 国王ジョージ3世は、バンベリーの秘書官内定が、ハートフォード伯爵の大使就任打診より先に行われたと述べた。そして、ハートフォード伯爵は1763年10月に、イギリスを立つ時に、ヒュームを秘書官として連れ、公式の秘書官であるバンベリーとは会わないと表明した。一方のバンベリーは、議会が開会したこともあって、ロンドンに引き止められていたが、 ハートフォード伯爵が首相ジョージ・グレンビルに抗議するに至り、ジョージ三世はグレンビルからの相談を受けて議会の会期中にバンベリーをパリに派遣しないことを決定した。ハートフォード伯爵はなおもバンベリーの解任を求めたが必ずヒュームが秘書官の仕事をしてバンベリーが給料を受け取るという状態が続いた。グレンビルとベッドフォード公爵は解決策としてバンベリーに 他の官職を与えようとし、アイルランド総督の第二代ノーサンバーランド伯爵、ヒューパーシーに、バンベリーをアイルランド担当大臣に任命するよう求めたが、アイルランド総督の秘書官にあたる担当大臣は、総督の友人が任命されるのが慣例であり、ノーサンバーランド伯爵は、バンベリーの任命を拒否した。1765年5月にアイルランド総督が、 第3代ウェーマス子爵とマスシンに交代すると、バンベリーはようやくアイルランド担当大臣に任命されたが、ウェーマス子爵と初代キルデア公爵、ジェームズ・フィッツジェラルドの関係が悪かったため、この時にはバンベリーにとってアイルランド担当大臣という官職はそれほど欲しいものではなくなった。いずれにせよ、任命から6週間後の1765年7月には、クレンビル内閣が倒れ、 バンベリーは、ウェーマス施策と共に解任された。バンベリーは、以降二度と官職に就任しなかった。この事件の間、バンベリーは、議会活動も少なく、グレンビル内閣における主要事件の一つであるジョン・ウィルクスへの一般逮捕状の採決が行われた時も、ニューマーケットに滞在していたとされる。1764年6月11日に、父が死去すると、 順番爵位を継承した。退任直後は、ベッドフォード公爵と共に野党に転じ、因子法廃止に反対票を投じたが、以降は立場が不明瞭になり、1769年1月に、ウィルクスの選挙申し立てに賛成票を投じながら、5月には、ウィルクスの対立候補ヘンリー・ラットレルの当選宣告に賛成票を投じた。それ以外にも1772年3月に、 王室結婚法案で野党に同調して投票し、1774年2月に、クレンビル法の採決で与党に同調して投票した、ほか、第3代順弾シャクサー・ウィリアム・メレディスの刑法改革を支持した。1769年にロックリン・マクリーにより、グレナダへの領地を購入した。アメリカ独立戦争期では、米州植民地への強行策に反対した。 クレナダに領地があったため、1779年にクレナダがフランスに占領されると、クレナダの状況に強い関心を寄せるようになり、1780年以降のノース内閣期とシェルバーン伯爵内閣期では常に野党側で投票した。1782年にホックスノース連立内閣が成立すると、バンベリーは友人チャールズ・ジェームズ・ホックスを支持。 フォックスが提出した東インド法案にも賛成票を投じた。連立内閣が崩壊した後もフォックスを支持したため、1784年、イギリス総選挙の直前になって、ジョシュア・グリッグビーが立候補を表明、1日目の投票でバンベリーに大差をつけた。これにより、バンベリーは2日目に敗北を認めた。1784年12月に保育クラブに加入した。 1788年から1789年まで、サフォーク州長官を務めた。1790年イギリス総選挙でグリグビーが引退を表明すると、バンベリーは再び、サフォーク選挙区から立候補、ショーピット支持とされるラウスと保育党所属の第二代、順番シャクサージェラード・ウィリアム・バンネックの双方から距離を置いたことで、多くの票を集め、3049票で、 トップ当選を果たした。以降1796年、1802年、1806年、1807年に再選した。二度目の議員期では、監獄改革への意識を持ち、1791年と1792年には、流刑地であるニューサウスウェールズ植民地の情報公開について、道義を提出した。年の落選以降は、 党派色が薄かったが、1790年に対スペインを想定した、軍備増強が増税を伴うため反対を表明。1809年6月に動物への残虐行為禁止法案に賛成。1812年4月にカトリック解放に賛成した。1811年の接傷法問題では野党に同調した。1812年イギリス総選挙で引退を。 発表した。不出馬表明では、現代の演説は、疲れるほどの長さと述べ、これにより、疑似進行が妨げられたとした。1821年3月31日に、ペルメルの自宅で死去、4月10日に、ミルゲンホールで埋葬された。弟、ヘンリー・ウィリアムの息子ヘンリー・エドワードが順断酌を継承した。1808年6月に定めた。 遺言状ではグレナダでの領地などを弟ヘンリー・ウィリアムに与えるとしたが弟に先立たれたためその息子ヘンリー・エドワードが継承した。一人目の妻サラ・レノックス。ジョシュア・レノルズが1763年と1765年の間。1762年6月2日にサラ・レノックスと結婚したが二人の間に子供はいなかった。 コランド男爵夫婦などは二人ともに、金遣いが荒く、いい組み合わせではないと評したが、結婚後しばらくは仲睦まじく、一緒に住み、競馬場にも一緒に向かったという。しかし、サラは1768年には、バンベリーに飽きるようになり、同年12月には、ウィリアム・ゴードン卿との間の娘を出産した。二人は1769年2月に別居した後、 1776年5月14日の議会立法に基づき結婚を解消した。しかし、バンベリーはさらに大衆優しい態度を取り続け、1778年に会った時は、急友に会って喜んでいるような感じと形容された。1805年11月21日、マーガレット・コック政ジと再婚したが、二人の間に子供はいなかった。 オックスフォード英国人名辞典によれば、マーガレットについて知られていることは少なく、出自が低く教育もあまり受けなかったことが判明している程度だった。政治より競馬への興味を持ち、ニューマーケット競馬場に頻繁に通った。オークス・ステークスとダービーステークスの創設者の一人だった。ダービーステークスにまつわるバンベリーの逸話としては、コイントスを外れたため、競争の名前が、 バンベリーではなく、ダービーになったというものがある。1768年に初めてジョッキークラブの理事を務めたが、役職についていない時も競争に関する裁定を下すことが多く、1791年のエスケープ事件では警告を下すことを決定した。バンベリーの指導により、ジョッキークラブはニューマーケット競馬場だけでなく、 イギリス全国の競馬を統括する組織に成長した。バンベリーは、下記の優勝馬を所有した。ありがとうございます。